幕張新都心プレナ幕張プレナ幕張は千葉県千葉市美浜区にあるショッピングセンター。県不動産リースが2004年から運営している。海浜幕張駅南口とペデストリアンデッキで接続している。1993年7月2日、幕張新都心のオアシスをコンセプトに海浜幕張駅南口に竣工し、用途はファッション、生活雑貨、飲食店、 サービスのショッピングセンター、回数は地上6階建てである。プレナという言葉は、エスペラントで、満ち足りた、充足した、牛詰めのという意味の形容詞、プレーナ由来のネーミングとなっている。2020年東京オリンピックの追加種目として採用された、スポーツクライミングが気軽に楽しめる、ようグリーンアロー株式会社が、 プレナ幕張と8ヶ月以上の構想を練って2016年8月19日に2階エントランスに高さ12メートルのクライミングウォールを設置し営業を開始した。また2017年11月にはリニューアルを実施し大型屋外ビジョンが配置され駅利用者や通行人へ向けて日夜コマーシャル映像やミュージックビデオを流し続けている。 2020年東京オリンピックパラリンピックに向け、千葉市は観戦客などが利用する海浜幕張駅から競技会場となる幕張メッセまでのルートを市独自でバリアフリー化する方針を決めた。プレナ幕張はペデストリアンデッキで囲まれており、アクセシブルルート上に位置している。国際パラリンピック委員会のガイドラインを参考に大会組織委員会が定めた。 バリアフリー化の指針、東京2020アクセシビリティガイドラインに沿って整備し、2019年度末までに完成させる予定となっている。以下、店舗数、開品幕張駅周辺の商業施設、ありがとうございます。